皆さんこんにちは、匿名希望でございます。ゼノギアス実況パート147、147回目です。前回146回目に引き続きサンドマンズ島の探索&調査です。ここでね、いくつかキャラ用の最強武器をね、入手することができるという話なので、一個ずつね、取っていきたいと思います。それではどうぞご覧ください。あ、さあ何かが見えたようです。お、これは砂浜さんの群れですね。ねえ、砂浜さんどこに行くんでしょう。あ、ここはね、砂浜さんの後を追いたくなるんですが、その気持ちをぐっとこらえてこらえて北上します。するとですね、ランカーの骨が、ランカーなのかな、どっかの話でサンドマンズ島っていう、あれだ、雪原アジトに生きて帰ってきた船長が、タムズの船長が言ってましたね。ボーンスって言ってましたね。お宝が眠る場所サンドマンズ島、かつて勇者が怪物を退治したと言われるサンドマンズ島、その怪物がこれです。で、退治した勇者はいないんですけども、その勇者が退治するときに使ったと思われる剣が背中にぶっ刺さっていますね。このシミは何のシミなんだろうか。脊髄。剣を抜きますか。抜きましょう。ヤマト魂、これがシタンさんの最強武器ではないです、まだ、ね、こんだけいろんなね、お膳立て情報がありながらも最強武器ではないというね。ちなみに最強武器はですね、先ほどのドラゴソさんが落とします。最強武器ドロップアイテムかいっていう、そういうオチです。まあ装備してみましょう。で、現在のものよりはずっと美味しいです。美味しい、違う、強いです。なんで食べる気でいるんだ私。133ですね。最近ありえない言い間違いをしてしまう私。さあ、これを取った後は西に進んでみましょう。西でよかったっけな。そう、西に進んでから南かな。はい、ここです。なんとですね、ここはですね、リュウサに巻き込まれてしまいますが、このフィールドにはまた大事なお宝が2つあります。1個はもうすぐ見えます。で、もう1個画面の外にあるんですよね。まあ1個ずつ取っていきましょう。こう何回かぐるぐる回ってこの場所にたどり着いて取るという流れです。よいしょ、おいしょ、よいしょ、お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 いしょ、ちょっと待って待って待って、どこだどこだ、ここに登りたい。あ、登れなかった。あー、間違えちゃった。あー、静かに落ちていく。全く慌てる様子もなく落ちていく一同。落ちるとですね、まあイベントがあるんですよ。ん？何かがいるんですね。ミミンさんです。覚えていらっしゃいますか。かつてグラーフと初めて開口した時に出会ったあのミミンさんです。ただこのミミンさんね、まあ対キャラ用に弱体化されていまして、じゃあね、シタンさん防御のライフが70ぐらいしかないんですよ、相手なんで。こちらのエーテル攻撃で一発でのすことができます。物理はね、1ずつぐらいしかダメージいかないんですけど、エーテルだとほらこんなにいくので一撃で倒せます。よいしょ。さあ、ここで入り口のフィールドに戻ってきましたと。じゃあまた何回かね、ぐるぐる回ってアイテムを集めていきたいと思います。さて、手頃な敵が出てきたので、エメラダさんのね、エーテル技を紹介していきたいと思います。ミミン戦でリグダームは確かお見せしたと思うので、ルドフィストから見せていきましょうね。地属性、うん、かっこいい。続いてエラ・ゴルド、エメ
ラダさんのエーテルは派手ですね。レイ・アルオム。乾いた砂漠に潤いを。さあ続いては、全体向けの技ですね。リグ・オメガ。天変地異すら巻き起こすエメラダさんの、もう噛んだからいいや。わー天気悪い。ラピュタが見えそう。餌食の餌食となるべく敵がやってまいりました。ルドホルス。スケールでかいな全体的に。はいさよなら。ルドホルスをお見せしたのでエラジスト全体です。はい全滅。さてドラコソさんがいるので、シタンさんは普通の攻撃をしつつ、エメラダさんにはねちょっとエーテルを打ってもらいましょう。まあ多分吸収されてしまうのですが、お見せしときましょう。エメラダさん最後のエーテル、レイドーム。508。まあ、その程度回復されたところで痛くも痒くもないんですけどね。さて再びやってまいりました。今度こそ取りましょう。よいしょ。こっち側、こっち側にあるのよ。こっち側にある。こうそう、これ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 。オッケーオッケー。無敵横着、無敵奥義ですかね。さあ装備をやっていきましょうね。殺戮の刻意と比べてどうかな。おー強いね。まあシタンさんにつけときましょう。英雄装束の代わりです。でね、ドラゴソさんから無名というねシタンさんの最強武器をね入手しております。まあ、バルトさんの最強武器デスウィップもね手に入れているんですけど、まあ、バルトさん仲間に入れた後でお見せします。まだちょっと途中なんでね、全部集まりきったらまとめてお見せしますね。でもう一個アイテムがあるんですけども、見えるかな、あっちほら遠くにあるでしょ。あれはねもう一回ここをね初めから流れ直さないと取れないので一旦落ちます。そして何事にも動じず静かに落ちる一度。もう慌てないんですもんね、慣れたもんですよねこういう場面。さて2回目です。正確には3回目ですけど、今度はねひたすら東側に、東側にねひたすら行きたいの、ひたすら行きたいの、ひたすら行きたいの、ひたすら行けなかったの。さてさて戻ってまいりましたと言いつつ、実は裏で3回くらいミスっています。通算6度目くらいの挑戦です。なんか毎回ミスっちゃうのよね。ここに乗りたいの私。そうここに乗っていくつか岩場を経由していきますと、で次こっちで、今度ここに乗りたいと、でここに乗った後は今度そこに乗りたいので、ここに乗れるとあとちょっと、はいはいはい、ここゴッドファーザー、ビリーさんの最強武器です。ギア版のゴッドファーザーは違うか、あれはゴッドギアか。ゴッドギアはゼボイム遺跡で取りました。今度はキャラ版の最強の銃ゴッドファーザーです。マフィアかな。お、これは、はい何でしょう、はい何でしょう。エンカウントなあ、そこのあんたはちょっとこっち来てくれよ。来たよ。なあ頼みがあるんだ、聞いてくれねえか。嫌だ。なんだよケチ、嘘聞いてやろう。砂のせいでタイヤが空回りして進まねえんだ、後ろから押してくれねえかな。嫌だ。なんだよケチ、
わかったわかった。聞いてやるし手伝ってやるよ。困った時は持ちつ持たれつ、お互い様だね。俺はエンジンかけるから頼んだぜ。これはいつぞやのサンドバギーではないか。ちょっと違うか。押します。押してるよ。押してるよ。もっと強く、もっと強く。おお、動いた動いた。助かったぜ、ありがとうよ。俺はこれからこの島の出口まで行くけど、乗っていくかい？乗っていく。このように外に出ることも可能です。さて、舞台は変わりまして、ユグドラシル内部、マルーさんのお部屋です。チュチュさんが今日も可愛いですね。サンドマンズ島で手に入れたアイテムを一通りねお見せしたいと思います。まずはシタンさんの最強剣、最強の刀、無名かな、無名って読むのかな、ちょっとわからないです。とあとはリュウサの上にある岩場で取った無敵奥義、そしてドラゴソさんが落としたカイザーヘルムです。で、女性用としては、ドラゴソさんがねこれまた落としてくれたミレニアムヘルムとミレニアムクロスがあります。さあ、残りはバルトさんとビリーさんの武器なんで、ちょっとメンバー変えてお見せしますね。メンバーを変えてきました。こちらバルトさんですね。ドラゴソさんが落としてくれたデスウィップと、あとこちらビリーさん、リュウサの上の岩場で手に入れたゴッドファーザーです。もちろんね、使用している弾薬はゴッド弾でございます。ちなみにね、ビリーさんはねギアでも最強の武器、つけてないか、ゴッドギアをねつけましょうね。ゴッド弾、うん。さて、これで武器防具類は一通り揃ったかなといった具合です。まだちょっとギア用のね装備で、多分エーテル装甲プラス3と、あとはなんだっけな、対天使装甲版とか対天使システムと呼ばれるものがあるんですけど、それらを集めていないので、まあ、その辺も集めつつ後でお見せしたいと思います。といったところで今回はここまでとさせていただきます。アイテムコンプも間近ですね。まあ、イベントをお見せするために手放してしまったものもあるんですが、入手経験は全てあるという状況です。それとですね、敵キャラも全て、コンプリートしてお見せできていると思います。あとちょっとでね、敵キャラコンプもできるのでお楽しみに。では改めまして、ゼノギアス実況パート147はここまでとさせていただきます。次回ゼノギアス実況パート148、148回目、お楽しみに。ご視聴ありがとうございました。失礼いたします。